飛行管理装置とは、航空機の飛行等を統括する、アビオニクスシステムの総称である。飛行管理コンピュータの入出力装置、セティ FMS は、飛行管理、コンピュータ、オートパイロット、各種広報機器、完成広報装置、GPS の技術を一体化させた装置であり、エアバス A300、ボーイング757等1980年代以降に製造された、 現代の旅客機のほとんどに搭載されている。FMC の入出力装置、セディはコックピットの座席横に配置されている場合が多く、このセディからの入力情報をもとに飛行ルートをナビゲーションディスプレイに表示したり、センサー類をもとに完成後法装置や GPS を利用した自動操縦を行ったりする。また、悪天候時及び着陸コースから大きく逸れた場合などに、 軽機着陸装置のローラカイザ、グライドパスの誘導電波を受信して、自動的に着陸させたり、エンジン出力をコントロールしたりすることも可能であり、最新型の旅客機で普通に搭載されているアビオニクスである。ちなみにボーイング747から400等の大型旅客機のセリでは、ディスプレイの両横に6つずつ画面選択キーがあり、 下には、アルファベット、数字のキーパッド等57個のキーが配置されている。FMC が故障した場合でも、セティに入力した航路情報をもとにオートパイロットを使ったり、セティを使って、軽機着陸装置等を手動で受信することは可能である。ありがとうございます。